青ビルのビルっていうのは、確か10パターンぐらいのその光の変化がまずあって、それはまあ季節の変化ですね。あとそれとイベントとか変化があって、あと1日のうちでも、暗くなってから、まあ、つくじゃないですか。で、11時ぐらいに、光が変わるんです。その夜間太陽っていうか、その終電太陽っていうか、で変わってって光の量が、まあ、要するに少なくなるんですけど、そういったようなことを考えてます。でなんかフルカラーだし、デジタルになるとそのとにかく派手なことがやりやすいんじゃないかって思われがちだけど、僕はかえって例えば映画もそうだし、まあ、例えばじゃあテレビなんかもそうですけど、フルカラーじゃないですか。でフルカラーで何したいかっていうと、その逆に何て言うんでしょう、今までのアナログ的なことをその表現したくなる。もっとリアルにそのものの色だったり、そういうものを表現したくなるっていうのが、その実はデジタルっていうものの先側に、やっぱりその、デジタルの先がそのド派手ってじゃなくて、デジタルの先ってそのなんかもうちょっとナチュラルであったり、その人によってもっと寄り添うような、だから夏暑いよねとか、さっきの秋やっぱ紅葉のシーズンだしとか、冬寒いし、春は何かあって、まあ、そういうそのいろんなこう季節に対して光がこうちょっとこう寄り添っていけるような色を選んだんです。ですのでテーマになるその色はそのさっきの式で設定したんですけれども、その中になんかすごい緩いグラデーションを出して、そのグラデーションが動いてきます。まあ僕らもあんまり凝りすぎは良くないと思ってるんで、大体2分ぐらいの、ワンクール2分ぐらいのものがずっと動いてますね。やりたかったテーマは、その、より人に近づくって、もしくはその、より自然に近づくっていうようなことをしたくて、ああいうことをやったんですね。そのビルの全体をね、LED を まとってるように見えるので、ものすごいその、なんて言うんでしょう、たくさん入ってるように見えるんですけど、あそこすごいこう窓の大きさが実は3つしか幅が幅の違いがないんですね。まあ具体的にいくと1300と900と400、900と400で足すと1300になるから、その3つしかないんですよ、単位が。でそれをこういろいろやることですごいその、なんですか、バラバラに見えるんですけど、実はそんなバラバラじゃないですね。であとその1300の、要するにこのビルの半分を占めるところは照明入れてないんです。全部入れちゃうと、中にも光が飛び込むし、街の中でも容量がすごい、この、なんていうんですかね、ちょっとスペックオーバーになってしまうから。残り、1300のところは入ってなくて、900のところは下だけ光がシュッとこう、上がるようになってて。で、一番光が強いのはもう400のところなんですね。で、400のところだけは照明にくださいって言って、薄いその乳斑のフィルム、やつにその、光を受けてくれるフィルムを貼ってあるんです。だから光がシューってこういくんですね。で、900のところは、光も受けるけど、外も見えると。あと、外からも中が見えるっていうんで、こういうそのスリットのフィルムを、まあ、実験して、探して。ストライプ柄のそのフィルムを貼ってあって、で、それがの下の方だけシュッとこう光が来てて、で、1300。それなんで、ビルの全体からすると、照明入ってるの半分以下で、で、一番強い、その、まあ、40センチの幅のところですね、は、まあ、全体の、まあ、2割いかないぐらいのところで、で、一番そこは照明が強いんですけど、それでその全体に光が当たってるように見える。でああいうビルですので、まあ、外から見ると、まあ、青山の一つのランドマークみたいな形で見えてくる。中からもやっぱ外の夜景が見えたりとか、当然それ売りじゃないですか。であれはガラスの まあ、二重の、設計、まあ、よく言うダブルスキーっていうガラスになってて、色はこの中だけでいくと。だからこう店舗の中にあんま飛び込まないっていう、その、設計をしていて、
この、ガラスの幅が確か60センチぐらいあったと思うんですけど、その中でこう色がこうシューッとこう変わっていくっていうようなことをやったり、